菱田祐二は日本中央競馬会の騎手。小学時代はプロサッカークラブ、京都産が FC の下部組織に在籍。中学1年時の京都競馬観戦をきっかけに騎手を志す。出身校は京都市立藤森中学校。2008年4月に千葉県白石の競馬学校の騎手家庭に入学。島田淳二や横山和夫らと入学したものの、留年のため、 第28期生としての機種デビューとなった。2012年3月3日にリニューアルオープンした中京競馬場でデビュー。デビュー月には初勝利は挙げられなかったが、4月14日の阪神1レースを東部プリンセスで制して初勝利。順調に勝ち星を挙げ、2012年は422回、起乗し1着23回。 二着二十五回の好成績を残した。同期の中井も二十三を挙げ同率であったが、起乗停止処分がなかったことが評価され、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。リーディング四十八位。デビュー二年目の2013年もリーディング上位の好成績。3月16日のファルコンステークスで歌詞のランナウェイに起乗し、重賞初起乗を果たした。 同年の5月5日には NHK マイルカップでディアセルビスに起場し GI 初起場を果たした。そして8月17日にはニュージーランドのテラパ競馬場で行われたアジアヤングガンズチャレンジに参戦、海外初起場となった。リーディング17位。デビュー3年目となった2014年。4月10日に笠松競馬場で行われたガリュサクラ特別を デスティニーシティで勝利し、地方交流競争初勝利。4月27日には、福島9レースをピグマリオンで制して JRA 通算100勝を挙げた。同日終了した第1回福島競馬開催で8勝を挙げ、福島リーディングとなった。ありがとうございます。